こんにちは、手相メンタリスト高文と申します。ご視聴していただきありがとうございます。手相知識を使いながら少しでも心が軽くなるような配信を目指しております。ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。本日は将来有望株の方には必ず見られる手相7選を紹介していこうと思います。今日紹介する手相はどれも素晴らしい手相たちです。今がパッとしなくてもこの手相があるのであれば努力をしていけば必ず成功だったり開花できるということを教えてくれています。ぜひ今日も自分の手と見比べてあるかどうかチェックしてみてください。それではよろしくお願いいたします。一つ目は離れ型頭脳線という線です。赤で表しました頭脳線と緑で表しました生命線の起点ですね。こちらが離れているようなタイプです。このような離れ型頭脳線を持っている人は一言で表現すると好奇心旺盛で考えるように前に行動するタイプです。決められたルールに沿って行動するよりも自分の発想を生かして思いついた時に自由に行動できる環境で能力を発揮できます。とても意欲的で前人未到の分野を勇気と行動力で果敢にチャレンジしていく開拓精神あふれる人です。複数のことを同時にこなす能力に優れ、好きなことを仕事にして活躍している個人事業主、フリーランスの方や一代で財を築く起業家、経営者など成功する可能性を秘めた人です。人の話や情報よりも実際に自分の目で見て肌で感じたことを信じてチャレンジすることで幸運を手に入れることができます。時にこの線は KY 線という名を付けられることもあります。マイペースで我が強く、人の意見に合わせず自分の意見を通すタイプです。自分が認めた人以外の話は聞かないようなところがあります。デスクワークより人と接する派手な仕事を好み、平凡を嫌う傾向があるようです。ただし自分を持っているからこそ自分が信じたものを貫き、最終的には成功できる人が多いのではないかと僕は考えます。二つ目は紫で表しました感情線という線の上に斜め線が出ているパターンです。この層がある人は負けず嫌いの自分をアピールできる積極派な人です。積極的に自分を押し出していけるタイプです。明るく開放的な性格は同性だけでなく異性も引きつけます。とにかく負けず嫌いなので恋愛でもライバルが出現するとがぜん燃えてしまいます。特に目標や夢などを持つとそれに向けてどんどんと頑張っていける人なので、自分が成功できるイメージを持ちながら頑張っていけば必ず成功できると僕は思います。感情線が人差し指と中指の間に向かって跳ね上がるような層を持つ人がいらっしゃいます。この層を持つ人は深い心配りと優しさが非常にある方です。周りにはきっといつも一緒にいたいと思われているような方だと思います。思いやりがあり、人の気持ちを敏感に感じ取ることができます。さらには礼儀正しくロマンチックな方でもあります。相手の気持ちを察してさりげなく支えられるので、いつも誰からも好かれる素晴らしい方です。対人運最強の手相と言っても過言ではありません。なのでこの手相の人は必ず成功するということが言えます。次は人差し指の下、縦に落ちる線を恒常線と言うんですが、これが2本出るパターンです。こちらが1本でも出ている人は成功への道をガンガン突き進める人と言われています。こちらがはっきり2本出ているのであれば、その意味合いはかなり強くなります。意志が強く立ち直りが早いという性格と、仕事においては実用性、統括力、自己管理能力に長けているので、企業や企画の創始者の資質に恵まれています。仕事人間になりがちという注意点はありますが、成功を約束されたような方です。ただし恒常線はかなり変化しやすい線なので、本人が努力奮闘するとみるみるうちに力強く深く刻まれていきます。自分の現在の努力がどの程度運気を強くしているのかを知る一つのバロメーターとして見てみるのもいいでしょう。次は親指付近を金星球というんですが、こちらに斜め線が出るパターンがあります。これをカリスマ線と呼びます。人から厚い信頼を寄せられ、人徳のあるリーダーに多いそうです。常に人の目を引きつけ、様々な場面で注目の的となる存在です。責任感、正義感が強く寛大で愛情深いので、人に頼られリーダーシップを取るタイプです。また周りの人たちに支えられる一方、自らも周囲を支え励ますことができるので、ますます信頼度が高まります。公私ともに人望を集められる人でしょう。さらには年を重ねるにつれ、ボランティア活動への関心が高まってくる可能性があります。人のために動けるので、徳のある人が多く、それに伴い運も強い傾向があるようです。カリスマ線がある人はまず間違いなく成功する可能性を秘めている人です。青で示したものを運命線というんですが、こちらの先端が上矢印のような形になっていました。こちらを土台線と言います。土台線とは、これから自分の生きる道を揺るぎなく突き進んでいくための足場をしっかりと固めてから運命を切り開いていく人を表す線です。
人生の早い段階から自分の夢や目標を持ち、その道に進むためにしっかりと準備や下積みをして、目指す分野のスペシャリストになっていくそうです。早くから脚光を浴びるよりも地道に努力を重ね、多くの学びと豊富な経験を積むことで実力派として大成していけるでしょう。生命線の内側あたりから中指下へ向かって伸びる線が出る場合があります。こちらを千金門と呼びます。千金門を持つ人は経済的に厳しい状況から強い意志を持って努力と根性で大出世したり、才覚を生かして大成功を収めて大金を手にする可能性を大いに秘めています。苦しくてもその状況を打破してチャンスをものにする一発逆転の層とも言えます。以上7選が将来有望株の方は必ず持っている手相になります。いくつあったでしょうか？該当が多ければ多いほど成功する可能性は高いと考えられます。ぜひ夢に向かって自信を持って努力されていってください。応援しております。これで本日の鑑定解説動画は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。オンライン手相鑑定も販売しております。鑑定の内容としては、動画でお伝えしているような資質を一人一人の方に寄り添うような形で文章にしてお伝えさせていただいています。その際は悩みや質問なども受け付けております。ぜひ興味ある方は概要欄より覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。